一巡査部長です。え、これ何って思ったかと思う、まあ、いると思うんですけど、ちょっと待ってください。これ、10分だけ聞いてください。10分だけでも。ということでね、いや、初放送なんですけど、こう、まさかね、こう本物のこう警察官が、いや、ポリスがラジオやっちゃうなんて、こう、誰も想像しなかったんじゃないかなと思うんですけど、いまだにこう、俺も想像できないんですけど、でもね、こうずっとね、こうラジオやりたいってこう言ってたんですよ。まあ、警察官やりながら。そしたらね、こう偶然ね、こう一公衆放送のところにこう耳に入りましてか。いや、それでね、こうやってこうレギュラー化が決まったわけですよ。やっぱりね、こう一公衆放送側もなんていうこう今のこうラジオの現状を変えたいみたいなものがあったらしく、まあ芸能人とかこうまあタレントさんとかまあアーティストの方とかではなく、もう普通のもう警察官をこうラジオのパーソナリティにしたらどうかなっていうことになったらしくて、今回ね、この私、一講師のね、高一巡査部長がね、こうラジオをやることになったんですよ。いやー、僕もね、本当にこうラジオがね大好きでね、こうずっとね好き好きって言ってて、もういつかはやりたいと思ったんですよ。でもまあこうやっぱ警察官というね、こう立場だから、まあこれ無理かなとか思ったんですよ。でもこうずっとね周りにやりたいって言ったら、もうこうやってね、こうラジオのパーソナリティをやらせてもらうことになったんですよ。いや、もうこれでね、こう皆さんにこう夢は叶うってことをね、なんか証明できたんじゃないかなって思うんですよ。いやー、本当にちょっと今テンションが上がってね、こうだいぶ走ってるのかもしれないんですけど、いや、これはもう本当にすごいことなんですよ。一般人がこう一越し放送でラジオの枠をもらう、いや、これも感動的ですよ。いやーもう感慨深いですね。はい、じゃあもうずっとやりたかったんですけど、最初のタイトルコールいきますか。ではいきます。高一巡査部長のポリスレディオ。改めまして、一高神経の高一巡査部長です。いやー、初回ということでね、まずは、まあ、さっきもちょっとしたんですけど、軽くね自己紹介の方をしていきたいなと思います。私、高一巡査部長は一高試験警捜査部でガチの警察官をやっている一般人です。まあ、昼は警察、夜はこうラジオパーソナリティみたいな、いや、まあ、週1回のね、まあ、この時間なんで、まあ、2部なんですけど、まあ、こう偶然ね、まあ、縁があってこうやっても番組を持たせてもらうことになったんですけどね。いや、これなりきりとかじゃなくて、こう本当にポリスやってますから、ガチポリス。今日もね、ちゃんとね、書類送検とかしてきましたからね、ちゃんと仕事してるんですよ。で、なのに、今、こうやって、ラジオをやってると。いや、もう、カオスですよ、カオス。いや、今日もね、まあ、本当に、交通違反の取り締まりとかやってたわけですよ。で、まあ、そうですね、まあ、皆さんも、まあ、警察といっても、こう、何してるのかなってなると思うんですけど、まあ、僕はもう、こう、所属が、まあ、田舎なんでね、まあ、結構、まあ、退屈というか、まあ、つまらないものなんですけど、まあ普通に交通違反の取り締まりとかね、こうヤンキーに説教とかいや、ヤンキー多いですからね、もう本当に。でもね、こうやっぱそういう子たちをね更生させるっていうのも、まあ、私のね仕事ですからねいや、まあ暇なんですよ。で、まあ結構ね、まあ不謹慎なんですけど、まあなんかこう殺人事件とかが起きて、まあ、刑事ドラマみたいになったりしないかなとかなんて思ってるんですけどね。いや、この前ね、本当にこう担当の場所でこうもう殺人事件が起きて、もう結構ニュースにもなったんですけど、でもう、これドラマのやつだかって思っちゃって、もうテンション上がっちゃって、こういつもの倍は早くこうパトカー乗ってね現場向かったんですよ。でもうどんなもんだと、これ俺もうなんか主役になれるんじゃねえぐらいの感じでね。でこう、まあ、現場がね、こう団地というか、まあ、アパートマンションみたいなところだったんですよ。で、まあ、その実際のこう殺人の現場に行ったんですけども、ドア開けた瞬間に匂いがやばくて、あ、俺も匂いのことが想像してなかったと思って、ドラマってなんかこう映像だけだからさ、匂いとか分からないじゃん。やっぱね、こう時間経ってるこう人ってすごいね、悪臭がね、異臭っていうのは死臭、刺繍病とかじゃないよ、普通の刺繍ね、死の匂いの刺繍ね、それがもう鼻にツンときちゃって、でこう、まあ、部屋の中に行くと、もう人死んでんの。で、グローっと思って、グロー、もうドラマとかの日じゃない、もう本当にグロー、もうリアルのライブリークみたいな。でもそれ、もう本当にもうテンション上がってたのに、急にその死体の現場見ちゃって、もうガン下がりでもう、まあ、もう無理と思う、匂いがダメで、こう
こうみんなマスクとかつけたんだけども、俺もうテンション上がって急いできたからマスクとか持ってきてなくて、もう急いでこうパトカー戻ってこう一旦自宅に戻ったんですよ。でなんで自宅戻ったのかっていうと、まあ、家にね、あの最近ロフトで買ったあのディフューザーっていうの、あのいい匂いのする棒、あの瓶に棒を刺していい匂いするやつ、あれ持ってったら何でしょう、中和してくれるんじゃないかなと思って、で急いでそれ持ってってあの現場に行ったんですよ。でそれを置いてもう匂いなんとかしようかなと思ったら、もう検視の人に超怒られて、余計なことするなと、いやでも別に人に背負ってるわけじゃないのになと思って、でもお前は一旦引っ込んでろと言われて、いやもう本当にもうブチ切れちゃって、もうそのもう俺二度とも殺人事件の現場行かねえからなって、俺がいなくなったらもう迷宮入りだぞとか、もう捨て台詞をね残しても去ってったわけですよ私は。いやもう嫌だね殺人事件は。いやもう匂いがね、俺結構鼻がね敏感でね、あの犬と同じぐらいって言われてるんですよ医者の人にも。なんか鼻嗅覚がいいよねっていうので、まあ、警察の試験も受かったんですよ。僕犬並みの嗅覚あるんですよって言ったら、あそれも採用だってなって、で、まあ、警察官になったんですけど、まあ、肝心のね現場ではもう何も使えないですね。もう強すぎる匂いはもう全然効果がなさないですね。いやもう殺人事件の現場は嫌ですね。もう普通にヤンキー締めてた方がいいですからね。早速メールが届いています。ラジオネーム執行猶予100年。警察官って常に銃を腰に刺してますけど、あれ使ってるとこも見たことないのでいらなくないですか？人手とかで良くないですか？いるよ。いや俺も結構使ってるんですよ、こう見えて。意外とね、あの使ってるんですよ、あの銃って。もみ消してるだけで。これみんな知らないと思うんですけど、まあ、あれ結構使えるんですよ。やっぱね、力こそ正義と言いますかね。まあ、力っていうのは、まあ、権力の、剣の力と、あとはまあ、普通武力のね、力ですよ。兵器ですけど。ラジオネーム、拷問車輪。人を殺してしまったのですが、通報先ってここで合ってます？ちげえよ。110番しろよ、110番。いや、ここメールで自首すんなよ。もう、110番か、出頭しろ、もう。続きまして、ラジオネーム、留置場ラブストーリー。警察24時見る限り、警察官って交通違反者に絶対折れないですよね。ああ、論破して。いや、まあ、あれ、本当にあの通りなんですよ。あの、結構ね、文句言ってくるっていうか、まあ、違反のね、まあ、罰金とかあるんで、すごい抵抗する人がいるんですけど、まあ、絶対折れないんですよ、警察官は。まあ、あれは本当に再現通りなんですけどね。でも本当にね、しつこい人はしつこくてね、なんでしょう、ちょっとね、あの、ヤンキーっぽい感じの人とかだったら、もう、声荒げて、もう、なんでしょう、もう怒鳴ってくるんですよね。で、いやもう本当にね、しつこい人はもうムカつきすぎて一回こうチャカで撃っちゃったことあるんですよね。いや、まあ、やっぱりね力ですよ、銃という名の力、あとは権力という名の力、まあ、もみ消したんですけどね、それもね。ねえ、いやでも大体合ってますからね、あの警察24時の番組っていうのはね。まあ日によってまあ事件のこうまあなんでしょうね、比率というか事件のジャンルはまあ変わってもするんですけどね、まあ、大体あの通りな感じはありますよね。はい、ではコーナー行きましょう。書類送検。このコーナーはリスナーの皆さんが書類送検してほしいことを送ってもらうコーナーです。採用された方には番組特製オリジナル書類送検ステッカーをプレゼントします。いやー、まあ、早速また1回目にしてコーナーというかね、あらかじめホームページで募集してた、ところなんですけどもね、まあ、書類送検ってなんだろうなって、僕も警官なんですけどよくわかんないんですよね。よくニュースとかでもやるんですけど、書類送検と逮捕の違い何みたいなね、よくわかんないですよね、あれね。では行きましょう。ラジオネーム小走り刑務所。電車で端の席が空いたので座ろうとしたら隣の噂に詰められた。書類送検。これはあるね。こうね、こう横にいると端の一個隣はそのおばさんとか座ってて、で空いたらこう詰めてくるってね。いや端座りとかなんですよね、やっぱり電車ってね。僕もね気持ちわかりますよ。自分がそのおばさんのこう立ち位置にいたらもう冷たくなりますよ。でもねやっぱりこう自分がそれ嫌だなって分かってるんでね、ちょっとプライドはねそれをさせないんですけどね。いやこれはあるな、これ書類送検ですね。ラジオネーム5人逮捕。映画館でキャラメルポップコーンとコーラを注文。
キャラメルの甘さでコーラの味が消える、書類送検。あ、これやっちゃうんだよな。何なんでしょうね、あのキャラメルポップコーンとコーラのすごい、なんでしょう、黄金コンビというか、いや黄金コンビに見えて、あれこうお互いの味を消し合ってるというか、いやキャラメルポップコーンは残りますね、あのキャラメルの甘さが強すぎて。でもコーラも味消えますかね、甘さというか、ただのシワシワ黒い液体みたいなね。いや、やっちゃうんだよな。でもこれ分かってても、何なんでしょうね、先にコーラを飲んでからポップコーンを。いや、まあでも、まあ配分っていうのもありますからね。で、まあ僕はもうその辺は卒業して、今はあのキャラメルポップコーン頼んだらウーロン茶にしてますね。ウーロン茶はこう、あの油分というかポップコーンの油のところをなんか消してくれる感じがあるんで、まあ、ウーロン茶頼んじゃいますね。これおすすめです。続きまして、ラジオネーム公務執行妨害。渋谷の交差点で布団を敷いて寝る、書類送検。これマジのやつじゃん、これ最近 のニュースのやつね。あれ本当にもう書類送検されちゃいましたからね。もう交差点であれ寝る場所じゃないですからね。まあ書類送検されてましたけど、でも結構なんか交差点でこういろいろやってる人もいますけどね。まあ見せしめ的な感じなんですかね。まあシンプルに、まあどうなんでしょうね、よくわかんないですけど、まあダメなことじゃん、まあダメですもんね。普通に交差点は通るところですからね。はい、まあそういうのはね、まあこう警察官の立場的にはね、こうダメですよって、ダメだぞってこう言っておかないとダメですね。はい。ではそろそろここで1曲、大人気 YouTube チャンネル高石 TV の第7期エンディング曲より、小田切仁義でパラレラーズ。まあ言ってみたかったやつだこれ。時間も愛も響いて陰るの